こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、ソルフレンド前に行きそうです。ウエスタンワールド、それに続いています。さらにはロンドンフライト、12番ハードトレール、その後ろレイントラップ、後方に控えました。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。前に戻りましょう。先手を取ったのはロンドンフライト、1番河内立て男、2番手を追走、その外にソルフレンド、さらにはウエスタンワールド、並んで9番ファストネス、エイティビーズン、そのうちに続いています。その隣にハードトレール、その横にフラッグダウン、ファイティングミサイル、この馬もこのグループ、ロストソルジャー、すぐ後ろ内からはノーザンスパー、さらにはターフテキサス、最後方にレイントラップ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。12番ハードトレール、先頭は依然としてハードトレール、まだ粘っています。ソルフレンド、ほとんど差がありません。ロンドンフライト、3番手河内立男、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はペイト、ペイト先頭、2番手はソルフレンド、残り 200m、 ペイト先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ペイト先頭、ノーザンスパー迫る。ペイト、ペイト1着、2着にはどうやらノーザンスパー、勝ったのはペイト、見事な勝利です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。パッションタイガー、これは好スタート。ヤングフール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくパッションタイガー行きました。続いて前へ行くのはライトザヒューズ、さらにはカワチシュール、1番ヤングフール、その後ろリドジュスティス、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはカワチシュール、大きく離れました。パッションタイガー、さあ先頭は依然として11番河内シュール、2番手はライトザヒューズ。さあ河内シュール、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。河内シュール先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はディアブランド、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はディアブランド、残り 100m、 ディアブランド先頭、ライトザヒューズ追いすがります。ディアブランド、ディアブランド1着、2着にはどうやらライトザヒューズ、勝ったのはディアブランド、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはダホス、エリシオ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してダホス、花に立ちます。その後ろからはエリシオ、この馬も上がっていく構えです。さらにはダンスインザダーク、4番スピンコンサート、その後ろパープルキャロット、後方に控えました。では前の方から見てみましょう。エリシオ先手を取りました。赤の帽子ダホス、その後ろその外からスウェイン、その後ろにシンフォニーウィンザー、黒の帽子スピンコンサート、その後ろ好位置をキープしています。ダンスインザダーク、フィルサドスキー、そのうちに続いています。オレンジの帽子キングズシアター、その後ろその隣にトロットインディー、その外にセイントリー、黄色の帽子ナイトシップ、その後ろ内からはザグレブ、さらにはパープルキャロット。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。もう一度先頭からスウェイン、先手を取りました。赤の帽子ダホス、その後ろすぐ隣にエリシオ、シンフォニーウィンザー、それに続きます。
黒の帽子、スピンコンサート、その後ろ、すぐ後ろにシングスピール並んで、12番ヒルサドスキー、すぐ後ろにキングズシアター、ここでエリシオ先頭に変わりました。スウェイン先頭に襲いかかってきました。ダホス3番手、大外からピンクの帽子、ダンスインザダーク伸びてきた。エリシオ先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はスウェイン、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。エリシオ先頭、差はほとんどない。あと 200m、 先頭はシングスピール。エリシオ必死に追いすがります。ダンスインザダーク追いすがります。シングスピール先頭だ。シングスピール、シングスピール1着、2着にはどうやらダンスインザダーク、勝ったのはシングスピール。見事な勝利です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わってパワーファンシー、ベルメルドレー先頭、ベルメルドレー先頭、パワーファンシー追いすがります。ベルメルドレー、ベルメルドレー1着、2着は微妙です。見事に勝ちました。ベルメルドレー